お疲れ様です、内海です。今回はこちらですね、ギブソンのレスポールスペシャルのレビューというか、と音出ししてみようと思うんですけど、これもあの借り物です。友人のビリーさんにもお借りしてるんですけど、私が P90 の乗ったギターがどうしても弾いてみたいというか、欲しいというか、すごい興味があるんですよ。ずっと興味がありましてっていう話をしてましたら、これをお貸しいただいたんですけど、まあ、かっこいいっすよね。ギブソンですね。私に一番縁のないメーカー。ギブソン、まあ、例えばレスポールといえばギブソンだと思うんですけど、私はレスポールシェイプ長年使ってますが、ギブソンを触ったことがほとんどないんですよ。試奏したことも一度ぐらいしかないんですよね。そのくらいギブソンから遠い存在なんですけど、いきなりこんなかなりやばい感じのレスポールスペシャルを今お借りしてます。正直私ギブソン全くわかんないので、これの詳しいスペック全然わかりません。多分ローズウッドの C 版ですか。で、インレイがなんかちっちゃいですね。スモールインレイっていうんですかね。インレイちっちゃくて。で、ボディはマホガニーですか。はい。ピックアップは P90 が乗ってるってことで、かなりこれ長年使われてるらしく、すごくいい雰囲気が出てるギターなんですよね。で、塗装もラッカー塗装で、ザ・ギブソンな感じのレスポールスペシャルってことですよね。スペシャルとかジュニアもいまいちよく分かってないですけど、ギブソンってすごい細かいみたいですよね。これもなんかただのスペシャルじゃないらしいんですけど、ちょっと分かんないので、ギブソンレスポールスペシャルとして今回は弾いていこうと思います。じゃあ早速音出していこうと思いますね。はい、じゃあ音出してみます。とりあえずリアから出してみます。なんかすごく歯切れのいい音ですよね。結構私もレスポールシェイプは使って長いんですけど、すごくやっぱ太い音がするイメージなんですよね。これ全然その感じがなくて、マホガニーボディでシングルコイルタイプですもんね、 P90 は。なのでどんな相性かと思ったんですけど、不思議となんか気持ちいい出方っていうか、結構きらびやかな音が出るイメージですね。次、じゃあミックスポジションで弾いてみます。すごく綺麗な音でしたね。次はフロントピックアップ、特にフロントすごく気持ちいいと思うんですよね。これレスポールタイプのフロントって個人的に音が潰れたりとか、こもりがちな音が出るようなイメージが強かったんですけど、逆に一番気持ちいい音が出るんじゃないかっていう感じですよね。きらびやかな感じで、このシェイプから出る音とは思えないようなイメージに個人的には感じますね。はい、じゃあ歪ませます。やっぱりクランチぐらいの歪みでもすごく綺麗な音がしますよね。ジャキンって感じが、ストラトほど痛くない感じで、なんか優しい倍音を含んだような、そんな音っていうんですかね、ちょっとよくうまく表現できないんですけど、こういうシェイプでなんかカッティングとかってあんまりイメージなかったんですけど、 P90 レスポールスペシャルなら全然いけるなって思いましたね。非常に気持ちいい音出ますね。すごいですね。じゃあもうちょっと歪ませます。
ましてもやっぱり音に芯があって綺麗なシングルコイル感がある音が出るような感じですかね。逆にやっぱり歪ました時のレスポール感、こうブリッジブーズの時のズンって感じは、ないですけど、すごく気持ちいい音ですよね。なんかもうメロコは弾きたくなる感じの音。楽しいですね。かき鳴らす感じの曲には最適ですね。これもうすごい気持ちいいですね。ストラトキャスター的な音とレスポール的な音の美味しいところをすごく詰め込んだ感じで、で弾き心地はレスポールでちょっと頭が混乱するようなそんな音がしますね。めちゃくちゃいいじゃないですか、レスポールスペシャル。メロコア的なのってやっぱこうレスポール的なシェイプじゃないとなんかこうしっくりこない部分が個人的にあるんですけど、レスポールじゃ音が重すぎるなみたいな場合にこういうのすごくいいんじゃないですかね。はい、ということで今回は借り物ですけどね、ギブソンのレスポールスペシャルのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。